こんにちは。Amazon サポーター、堀秀夫です。今日は Amazon マニュアル。Amazon を始めて、どれぐらい儲かるのか。まあ、その売上報告。まあ、ちょっと3人の会員さんの売上報告をご紹介します。まず、2016年9月にサポート開始した会員さんからいただいた売上報告。ね、こちら解説の動画もあります。2022年4月の売上は、1,940.88ドルでしたということでね、この2021年8、9、10、11、12と、2022年の1、2、3、4の売り上げをね、それぞれご報告いただいてます。それから2014年6月にサポート開始した中国在住の会員さんの売り上げ報告。4月の報告。アメリカは数量は前年比5%アップ。金額は前年比20%アップしましたと。2月から手数料アップを値上げで解消しようとしたからです。入金額は手数料アップの影響を受けず、現状維持で着手してますということでね、2万1000ドル売り上げて、まあ、手数料が上がったんですけど、Amazon 手数料上がったんですけど、その分はね、値上げでカバーしてね、手取りは落ちてませんという報告です。それからオーストラリア Amazon 7000ドル。オーストラリアは数量は前年より36%減。金額は前年比5%減でした。在庫切れが多かったからです。船便の納期が1、2ヶ月とブレるため、輸送中も含め在庫2ヶ月分で回してたからです。オーストラリア FBA は保管料がまだ安いので、国際配送中含めて在庫3ヶ月分で回そうとしますと。回そうと思いますと。ということでね。まあ、今後は、販売機会の、損失が減って、まあ、売上がもっと増えていくであろうと予測されます。合わせると、US で2万1000ドルとオーストラリアで7000ドルですから、US に直すと、6000ドル弱ですね。だから2万7000ドルほど、約300万強1ヶ月に売り上げてます。それから飲食店オーナーさん、自粛中の副業で売り上げ3万ドル突破と。これはね、本人のインタビューを撮った動画をこちらの方にアップしてます。売上3万ドル。これサポート開始から11ヶ月目の数字ですね。コロナで自粛してる最中、ね、まあ、自粛して何もしないわけにいかないんで、この輸出をやってね、売上3万ドル突破してます。まあ、このように、まあ、数ヶ月とかね、まあ、数年で、まあ、自分一人で、ね、月300万とかね、そういう売上になってる会員さんも、結構います。で、またね、特筆すべきは、一部の会員さんだけすごくできるんじゃなくてね、まあ、普通に続けてさえいれば、まあ、1万ドル弱、ね、月の利益に直すと大体30万前後ぐらいは、まあ、大抵稼げてるというのがね、私のオーストラリアアマゾン輸出のサポートの会員さんの現況です。まあ、なかなかこれだけね、ビジネス経験のない人が、初めて取り組んで、大した費用もかけずに稼げるという仕事、あるいは副業ありませんので、まあ、ぜひここをクリックしてね、オーストラリアアマゾン輸出マニュアルを確認してください。わずかな投資で一生稼げるスキルを身につけるチャンスです。またこちらの動画もね、よければご覧ください。なお、ここのリンクとかね、動画を見るの、今 YouTube 動画で見てる方はね、そのままクリックしても見れませんので、YouTube 動画の説明欄にある URL をクリックして、こちらの、ね、記事のページへ行って、リンク飛んだり、あるいは動画を確認してください。Amazon サポーター、堀秀夫でした。